エチカは東京地下鉄子会社のメトロプロパティーズが運営する駅中商業施設である。小規模な施設はエチカフィットの名称となっている。東京メトロの地下鉄の駅を便利に楽しく買える駅弁プロジェクトの一環で開設された。表参道駅では多くのスペースが裂かれている。名称の由来は駅と地下の構成語でみんなにとっていい。 地下の二つの意味から、エチカとなった。エチカの、いいには、エクセレントで、エキサイティングという意味が込められ、優雅な印象を演出する意図があるとされる。2012年4月現在、20から40店舗の大規模商業施設のエチカ、としては、東京都港区の表参道駅にある、エチカ表参道と豊島区の池袋駅にある、エチカ池袋が開業しており、6店舗の 中規模商業施設のエチカフィットとしては、台東区の上野駅にあるエチカフィット上野と、千代田区の東京駅にあるエチカフィット東京が開業している。2005年12月2日、グランドオープン。20代から40代の女性をターゲットとし、27の専門店から構成され、改札内外に店舗を展開している。面積は、 1> 約1300平方メートルであり、日本の地下鉄駅構内の商業施設としては最大規模である。2006年11月1日、マルシェドメトロにトスサラダがオープン。既存店、クレープシュクレとの入れ替わりで入店したもので、クレープシュクレは、エチカ表参道開業以来初の大店店舗となった。ゾーン、東京地下鉄は2007年3月28日に、 行われた株式公開目通しの発表の際に、同年12月にエチカの第2号としてエチカ池袋を開業する予定である旨を発表したが、その後開業時期は延期になった。2009年3月26日に第1期として福都新線部を同年11月27日に第2期として有楽町線部をそれぞれ開業すると発表した。 有楽町線部の開業の際には、隣接するビル型商業施設のエソラ池袋も同時開業した。20代から40代のカップルをターゲットとし、全40店の専門店で構成されている。面積は約1400平方メートル。コンセプトは池袋モンパルナス。メトロとフランスパリの神話性やエチカ表参道のイメージを継承し、芸術、 文化の香りが漂う街の玄関口として街との融合を目指している。ゾーン福都新線部有楽町線部2009年2月20日に開業した上野駅の中規模商業施設、全6店舗。もともとは1930年に当時の東京地下鉄道が開業させた地下鉄ストアまでその歴史を遡ることができる。その後、1988年には、 当時の帝都高速度交通営団が新たに展開を始めた駅構内店舗メトロピアの第一号となった2009年にネクストメトロストア次世代型の駅地下をコンセプトにリニューアルを行い現在の業態となっている2012年2月20日に開業した東京駅の中規模商業施設全6店舗東京駅の丸の内側にある 丸の内線中央改札口の南側通路部分に開設された。ヘッチカ表参道のマスコットキャラクターはエチカちゃんで白いウサギが擬人化されたものである。基本的にすべての広告や校内の装飾に使われており、エチカオープン記念として発売されたパスネットにも掲載された。これらのビジュアルではぬいぐるみを写真撮影したものが掲載されている。 エチカちゃんは人々を地上の街から地下のショッピング街へ案内するウサギの女の子という設定でエチカちゃんが人々をエチカに案内できるようになった経緯は絵本エチカ生まれた時のことで紹介されているルイス・キャロルの童話不思議の国のアリスで主人公のアリスを不思議の国へと導いた白ウサギがモチーフとなっている ただし時計や洋服は身につけておらず、東京メトロのシンボルマーク、ハート M が入った斜め掛け鞄だけを携帯している。実際のエチカちゃんのぬいぐるみをデザイン、制作したのは造形作家のトイフィールドであるが、設定上は動いて話すぬいぐるみを作れるエミリアおばさんが作ったとされている。ありがとうございます。